ってきた。映画を彷彿させるリアルな描写、あっと驚くストーリー展開、次々に襲いかかるモンスターたち。ゲーム界にサバイバルホラーという新しいジャンルを確立したあのゲームが帰ってきたのだ。300万枚を超える空前のヒットとなった「バイオハザード」。その発売から2年、沈黙を破った第2弾が「バイオハザード2」。全世界のファンが注目するこのゲームの秘密を探るため、3人の調査員が大阪に派遣された。隊長は芸能界屈指のゲーマー、天野博之。そして好奇心旺盛なセクシーダイナマイト、嘉門陽子。そしてもう一人紹介しとかなければいけない、はい、我々の友達。何やってんですか。おい、嘘だー、やだー何やってんだよ何すんだお前。やる気がない。誰だこれ。天野君が痩せちゃった。とにかく今回の我々の任務は「バイオハザード2」のこの秘密を探ろうじゃないかということでございます。みんなのところ、お前らたこ焼きに夢中か。もう一回言ってよ。だから今回の我々の任務はかぶるなかぶるな。僕がワインの何言ってるか分かんない。お楽しみに。発売間もないサバイバルホラーゲーム「バイオハザード2」とは一体どんなゲームなのか。今夜その全貌が明らかになる。早速3人は「バイオハザード2」を開発したカプコン研究開発ビルへやってきた。こちらがカプコン研究開発ビル。なんで怖いんだよまだ普通のこれね、オフィスだから。どんなのだよ。大胆にも正面玄関からカプコンへ潜入する調査隊の人のところにご案内します。早くそちらに連れてきたまえ君。こんな誘惑ばっかり多い部屋に連れてきて。1996年に発売され、300万枚を超える売り上げを記録した「バイオハザード」。その人気の秘密は圧倒的な恐怖。森の奥深くにある古い洋館を調査する警察の特殊部隊の隊員がゲームの主人公。その主人公が遭遇するさまざまなモンスターたちが人間が恐れるありとあらゆる恐怖のパターンを再現する。容赦なく襲いかかる恐怖の連続にゲームのコントローラーを持つ人はまるで映画の主人公になったように次第にホラーワールドに引き込まれていく。その前作をベースに作られたのが「バイオハザード2」。常務の部屋でこれといった成果が上げられなかった調査隊の3名はキャラクターデザインの心臓部、デザインルームに潜入。果たして登場キャラクターに隠されたバイオハザード2の秘密を探り出すことができるのだろうか。うわ、怖い。いやだー、これ中ボスですか。ここの血管、この絵触りたくないもん私。うわー、これが今回登場するゾンビのイラスト。これをやだこれ。これは何を見たらこういうふうに描けるんですか。そうですよ、映画とかも見るんですか。やっぱり見ましたよ、ゾンビ系の映画。何本か。警官ゾンビ。本当顔とかアップできるんですか。無理できないって。うわー、目がうわー、やめましょうよこういうの。かわいそうお前、ゾンビの気持ちを考えたことがなくていいか。こんな目とかこんななっちゃって。随分ゾンビ寄りの発言するなお前。イラストを見ただけで早くも恐怖におののく嘉門隊員。しかし恐れているばかりでは任務は遂行できない。何としても秘密を探り出した天野隊長はある作戦を実行に移した。ゲームをやってそれで我々が勝ったら教えていただくっていう形でいいですかね。それだったら大丈夫ですか。いいよ。じゃあその代わりに我々が負けたら嘉門を差し出しますんで、好きなことを好きなように。さあ交渉が成立したところで、ここで突然スペシャルゲームタイム。大人のゲームを用意させていただきました。こちらですね、フロアに緑、黄色、赤、青とこの4種類の色が散りばめております。それをですね、まず青木さんに選んでいただいて、その後私が右足、左足、左手、右手とこの4種類のカードをシャッフルすることによって非常に体の位置で大変なこの作業になるっていう、こういった。そういったこういったツイスターゲームだったよ本当に。ずいぶんたまるから言ってくれるね。あれ知ってた？これ知ってましたよ。なんだこのお前 CG を駆使したこのね最新ゲームソフトの会社でなんだこのずいぶん体を使ってやめろフルポリゴンの歌を。何言ってんですか。なんだこれ。やめろやめろ。というわけでゲーム開始。黄色を左手。黄色を左手。はい、どこの黄色でもいいですよ。どこの黄色ね。はい。ザン。赤を左手。赤を左手。いやちょっと陽子ちゃんなんだ。無度任務を忘れて早くも興奮気味。ダメですよ。ダメだお前。小野さんこれギブアップですか？ギブアップ。タイムアップギブアップで出ましたこれ。我々の勝ち。終わったんだよ。早く立てよ。というわけで大野さんには「バイオハザード2」に登場する秘密キャラを紹介してもらうことになった。ゴキブリ。巨大ゴキブリです。巨大ゴキブリ。え、それより一回り。いやーえ、つまりはこれぐらいってこと？ゾンビとかをついばんでるうちに大きくなったみたいな。いやゾンビの死体を食べてたみたいなことなんですか？ええ、おそらくそういう。すげえ。うわ、さっきね弁当挟まなきゃよかったね。なんか秘密を一つ解き明かしたことに気を良くした3人はさらに調査を進めるためにカプコン内部へと侵入していった。そしてモニターに映る「バイオハザード2」に関係あるらしき映像をチェックしていたその時、さらに調査を進める3人は机の上に無造作にモデルガンを並べた怪しげな人物と出会った。バイオ鉄砲担当火器担当係の竹内という。そう、彼こそ「バイオハザード2」に出てくる武器を全て統括している人物だったのだ。なんですか？じゃあどこにあるかとかそういうのも全部わかるわけですか？え、一通り。まあ、あ、じゃあ聞いたら全部わかるんじゃないアイテムが。僕らとゲームをしてもし勝ったらウドちゃんを自由にしてもいいです。いや全然なんか嫌がってない。嫌がってない。ヨコちゃんを自由にしていいです。全然 OK ですか？いいです。何してもいいですよ。まあ勝負事は嫌いじゃないんで。ここで再びスペシャルゲームタイム。せーのでドン。ツイスターゲームの本領発揮。ちょっと竹内さんの竹内さんの肛門がちょっと俺の方に出てくる。ヨコちゃんついてる？あっ！終了！ゲームに見事勝利した3人は「バイオハザード2」に登場する隠し武器を教えてもらうことになった。バイオハザード1では3時間でクリアするとロケットランチャーというアイテムがあったんです。タイムサービスみたいなね。今回は特別にこんなおまけがあるよという。なんだろう、なんすかこれ。これ実はターミネーターでおなじみのバルカン砲がどんどんどんってこれ回転してどんどん出てくるやつ。回転式のこれがおまけとして登場することに。なんですかこれも前回と同じようにある条件を満たしたら出るってことですか？ある条件を満たしたらどっかに出てくるんだ。そのどっちか教えてくれないですか？ある条件を満たすと無条件でプレイヤー手に入ります。もう入ってんの？じゃあある条件を満たすと無条件どういうことだ？そうですね。ある条件を満たすと手に入る。ヒントそれは時間ですか？これはねちょっと忘れちゃったんですよ。絶対嘘だよ。大事なの。でもこれが出るということでもう随分ともうこれがあったらもうガンガン打ちまくれるんだ。ガンガンですもう。ゾンビなんか全然怖くない。もうバリンバリンですね。バリンバリン。バリンバリンです。表現はバリンバリン。あらゆる意味で注目を集めるバイオハザード2。ここで皆さんが何度も目にしてきたバイオハザード2のテレビ CM を紹介しておこう。撮影は特撮映画の本場アメリカハリウッドで行われた。監督はゾンビシリーズで一世を風靡したジョージ・ロメロ。ゲームの中に登場する新米刑事を演じたのは今ハリウッドで最も注目される若手スターブラッド・レンフロー。ゾンビのメイクを特殊メイクの第一人者スクリーミン・マッド・ジョージが担当するなどまさに超豪華な CM が出来上がった。られた否が応にも気分が盛り上がってくるってもの。我々が調べたところは、アイテムが何らかの形で出てくるのと、俺のそっくりさん、それ以外はあんまり役に立たないの。あとカプコの人はね、小さいゲーム弱い。それだけじゃ全然意味ないんだよ。この視聴者にもズバンとくるような、ちょっとそういうのないのかな。あ、わかりました。さ、バイオハザード2を作ったプロデューサーとディレクターのところにご案内します。来てんのかよ。まずそこ連れてけよ。ついに調査隊は最重要人物2人と遭遇することになる。2人と遭遇したバイオハザード2のプロデューサーの三上。よろしくお願いします。ディレクターの神谷です。よろしくお願いします。漫画で出てた三上さんですか、これ。そうです。寝不足な人じゃないですか。爽やか系。どこが爽やか系。いや、漫画爽やかなのよ。あ、本当に。これじゃダメだ、みんなっていうような。本当に爽やか系の人はこんな茶色の服でした。ワンの時はね、恐怖をやっぱり中心に考えてらっしゃったみたいなね、ところあったんですけど、今回の2はまた恐怖プラス何かがあるわけですか？今回に関しては、恐怖プラス、今度はお話の面白さっていうところ、ストーリー性を重視してるわけですか。裏技でもいいですし、何かちょっと秘密情報みたいな、そういうのってなんかないですかね。まずはゲームをプレイしてからっていうことにしていただけますか。実際にコントローラーを握ってやってみて、それを感じたままを伝えればいいんだ、ここで。はい。どうしたの？中身もっと怖いんですよね。中身なんかね、最初のとこだけで怖くて、もう話も聞けなかった。もうまんまと一番ハマるタイプだよ。ということで、まずはどう考えてもゲームの下手そうなウドから実際にプレイしてみることになった。逃げるよ。今回このバイオハザードのやられたところをちゃんと抑えたりとか、足をやられたらそうだったりするんですよね。ピンチに陥った。お前なんでここでうろうろしてんだ。早く前前。開始早々退去して押し寄せるゾンビからなんとか逃げ切ったが、その3分後、ウドあえなく序盤でゲームオーバー。続いては今回の収録中ずっと叫びっぱなしのカモン陽子。早くも一叫び。女優さん。もうやだ、私やりたくない。おい、このゲーム宣伝する番組だ。心臓止まんねえよ、そんな簡単に。これ発売中止になりますよね。頑張れ。うまい。右、早くそのバス乗るんだよ。早く来ちゃ。右じゃないじゃん、バカ。じわじわと押し寄せる恐怖にカモン隊員早くもパニック状態。ほら、乗れって早く乗れ早く今何玉やってんだ。早く乗れって早く乗れよ。撃て全部倒しちゃいました。カモン隊員パニックに陥りながらもゾンビ皆殺し。さらに市街地を抜けて序盤の舞台となる警察署へ到達。その時、音先にありきっていうのが多いですよ。これがゲーム序盤に出てくるモンスター。結構強敵だ。さっきのやつだ。一撃カモン一撃で終了。殺されました。はい、ものまね。続いて3人の中で唯一バイオハザードの第一作をしたことがある天野。これは家に帰ってこんなやつがいたら最悪だね、これ。私もいい。危ない。あ、京子ともあ、もうたまんないのかな。待って、やばい。うわー。足が、ほらもっと。カモンを一撃で倒したモンスターもなんとかクリア。リスが多いな。部隊が警察署の地下水道へと進んでいくと、そこにはこんなモンスターが。さらに先へと進む天野。しかし何やら巨大なモンスターの気配が。2人に比べてかなり頑張った天野。しかしここでゲームオーバー。おい、死んじゃいましたね。ああ、もうなかったよ。ああ、もうなかったね。うわうわうわとか言ってた。足だ、足。面白かったです。すっごい面白かった。すごかった。嬉しいですね。陽子ちゃんはなんか自分でやるのは怖いから、でもあそこまで見ちゃったらやっぱ最後まで見たいから、人にやってもらってそれを見てたい。うどちゃんはどうだったんですか？ほらね、やっぱハマったね、初めてゲームで。お前ハマるほど進んでねえじゃん。あ、ほらほら。でも見ててハマるんですよね。見てるだけでハマるっていうか、俺見ててもそうだしね。俺だってちょっと進んだらやってきたんだぜ。この手でさ、我々のこの手で。わあ、興奮してますわ、3人とも。じゃあ最後にもっとすごいやつをちょっとだけ見てくれるんですか？はい。これどこの画面ですか？これなんでしょう？エンディングなんですよ。3人が特別に見せられたのは、なんと「バイオハザード2」のエンディング画面だった。見ない方がいいんじゃないですかこれ。うわうわこれはね、次もありそうな終わり方じゃないですか。美香さん、次もありそうだよ、今の終わり方じゃ。結構鍛えたいっていうところですよね。せっかく私やろうと思ったのに。複雑な心境ですけども、お礼を言ってきます。ありがとうございました。テレビをご覧の皆様はぜひ自分の力でいろいろ武器を使って前後しながら、時にはくるっと回っちゃいながら頑張ってください。ということで、本日は「バイオハザード2」いろいろ調べさせていただきました。どうもありがとうございました。